ショーフィーTVサブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、こちらのグローブがこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、まあ、もちろんですで、そちらのサブチャンが1000人を超えたらこちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います、はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントしてサブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、亮平です。お願いします。はい、今ね、実は正直どっちが先に出てるかわかんないんですけれども、グローブの乾かし臭、翔平さんの鬼グローブの乾かし臭ということで、こっちも塗っていこうと思いまして、ディオさんのね、キャッチャーミット、僕がいない間にいつの間にか翔平 TV の仲間入りをしていたディオさんのキャッチャーミットなんですけども、こちらを磨いていこうかなと思います。ヒロとかスチーム入れたのかな、ですごい公式用なんですけども、もう柔らかくはなっています。ただちょっとね、ウェブとか見ると汚れが目立ったりとかっていうのがあるので、まあ落とせる限り落としてて、なおかつまあちゃんと皮に潤いを与えていこうかなと思います。はい、じゃあブラッシングからやっていきます。これはね、もういつも通り黒いブラシで、そうだ、ちょっと待った、今ねウェブが結構汚れてるんですよね。ウェブとかがまあ重点的にちょっとね、結構汚れちゃってるんで、これこそ砂ぼこり落とすっていうのがすごい分かりやすいかなと。あー、落ちるね、いいね、ピカ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 チョン。皆さん、オイルを塗るときはグローブに干渉しながらやってもらえればと思います。やっぱグローブは友達ですからね。キャプテン翼風に言うとボールは友達、野球風に言うとグローブは友達と、ボールが友達じゃないんかと、ぜひツッコミを待っております。キャッチャーミットってやっぱここが汚れなんですよね。ここが、おりゃー。はい、じゃあブラッシングはこんなもんにして、こんな感じですね。もう十分砂ぼこりみたいなのは取れたかなと。はい、僕の大好き Z のレザーローションになります。これはね、本当におすすめです。よくネットとかでホワイトベアさんのレザーローションがいいよと、いうのを聞くと思うんですけども、ホワイトプロダクトコラボ開発品、これホワイトプロダクトっていうのはホワイトベアの同じなんですけども、なので僕はすっごいこれをおすすめします。やっぱ重くなりづらいっていうのが一番なのかなっていう。で、他のレザーローションに比べてちょっと液体化があんまりないかなって、ドロッとした液体になるかなっていうようなものになります。じゃあ汚れ落としやっていきます。まあね、これが一番本当にいいんで、重くなりづらく汚れも落ちると、この辺が結構綺麗になってってるんで、まあ他もちょっとやっていきます。で、これ石油臭いんですよ、レザーローションって。まあどこのメーカーさんのレザーローションもそうなんですけど、石油臭いので使用される際には必ず、まあ、換気しながらとか、まあ、外でやったりとか部屋の中でやるととんでもないことになるので、そこは、皆さん気をつけて、使用してもらえればなと思います。よし、じゃあとりあえずね、まあ、こっちの汚れとウェブとかの汚れは、まあ、しっかりと落ちたので、この原因不明の汚れはもしかしたら落ちないかもしれないですけど、まあね、グローブいずれよそれ言っちゃったらあれじゃないですかとりあえずこれもまた乾かしていこうかなと思います。ディオのキャッチャーミントも乾いてきて、ちょっとやっぱ背面はね、がっつり時間かけて落とさないと無理かなと思ったんで、背面は今日触らないようにします。呼吸面に関してはバゲージエビドプロテオス、タンパク質が多く入っているものなんですけども、基本的には僕これ湯もみとか雨で濡れた後とかに使うんですけども、もちろん普段使いしてもらっても全然大丈夫です。使い方としてはこうやってもうブシュッとかけていくような、こんなもんかな。で、手でこうやってガー伸ばしていく。で、これ水分多めなんでこういう風になっちゃってますけど、乾いたらもちろん大丈夫です。こうやってパーやって流して、もう正直言ったらこれで完了です。僕からすれば前の動画で言った手で塗ることによってグリップ力、パチパチっていう音聞こえるかなっていうのも出てくるので、キャッチャーミット使う時で
グローブのオイル塗るときって、僕基本的に畠山のグラブワックス、使ってるんですけれども、ある程度もう柔らかくなって、なおかつ、まあ、試合前ギリギリだよっていうときはあまりベタベタさせすぎない方がいいなと思うので、まあ、こういったタイプの液体タイプで手でグリップ力をつけていくっていうのもありなんじゃないかなと思います。もちろんね、時間あるときにしっかりと塗った方がいいっていうのはもちろんなんですよ。なんですけれども、試合前とかで、高校生とか特に、まあ、大学生もですけれども、学生野球やってる方って2日連続試合とかあるじゃないですか。そういう時は、まあ、できるだけ時短で丁寧なグローブの、お手入れをしてあげるっていうのは、僕ももちろん学生野球やってたので、その学生野球の時にもちろん休む時間も必要だったりとかっていうのもあったので、汚れ落としもしっかりとしつつ、時短をして、しっかりとオイルを塗っていくっていうのは必要になってくると思うので、ピッチャーがベタベタしたボール触るのもすごい嫌でしょうし、っていう点では試合直前なんかは逆にこういったタイプのオイルでもいいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと背面は申し訳ないですけども、ちょっと汚れががっつり落ちなかったんで、これはムートンでやっていこうと思います。いやでもすげえツヤ出るな。なんか背面って無理にがっつりラナパーとか塗らなくても、レザーローションをしっかりとやって乾かして、まあ、レザーローションにもね、多少の油はもちろん入ってるので、それだけでも結構なツヤが出るんじゃないかなというのもあるんで、無理に背面系塗る必要はないかもしれないです。ただ、あまりにもやっぱカサカサしてきちゃったりとかっていうのがあったら、もちろん塗ってもらわなきゃいけないんで、そういう時には、まあ、ラナパーだったりとか、背面、ローリングスさんで結構出てると思うんですけども、まあ、背面にツヤを出すようなものを軽く薄く塗ってあげるっていうのは必要になってくるかなと思います。はい。こんなもんかな。内面はちょっとまだ乾かしてる途中なので、塗ったばっかなんで、まだ液体系なんでね、もちろん、ちょっとシミができちゃってますけれども、これもしっかりと、飛ぶので大丈夫です。で、背面に関しても、まあ、結構ね、ツヤも出ていいんじゃないかなと思います。まあ、皆さんも、ぜひ時間ない中でもグローブはしっかりと、磨いてあげて、綺麗な状態、いい状態で、皆さん試合とか練習とかで、使ってあげるようにしてください。はい、本日はこちら、リオさんのキャッチャーミットのお手入れ動画を撮ってきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あれしょー。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、あれしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。